いつも楽しく拝見しています。指立て伏せは意味があるんでしょうか。語って指立て伏せはどうでしょうか。指立て伏せはまあここに来ているほとんどの人が、欲しているというか目標にしている、おそらく腕立て伏せの目標としては大胸筋を鍛えるということなんだろうけども、指立て伏せには別に大胸筋を効果的に鍛えるという意味はないんだけども、これはどっちかというと、まあ、曲芸とかあとは格闘技っていう指の指というかこの手の力を鍛えるときにやるのかな。片手腕立て伏せはもちろん負荷が強くなるということはあるけれども、まあ、ウェイトトレーニングができる環境にいる人はベンチプレスをやったりダンベルプレスをやった方がいい、明らかに。まあ俺はちなみにこれから腕立て伏せで筋肉をつけようとは思わないし、 あまりここで論じている筋肉の発達させるというのにはあまり有効ではないな。